11時半からの説明会お聞きになられる方はこちらにお集まりください。それでは皆さんこんにちは。こんにちは。横浜市役所の岩井と申します。今日は埋蔵文化財のですね、見学会にお越しいただきどうもありがとうございます。これから最初10分ぐらいで簡単に解説をさせていただきまして、その後皆さんに見学ルート回っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。すいません、12時過ぎぐらいにですね、ちょっと安全確認のため一回ここ工事現場ですので閉めさせていただきますので、ご協力いただければと思います。で、次の再開は1時半に見学会のまた説明会させていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それではですね、ふるさと歴史財団の職員の方の方から、簡単にですね、今日お配りしている資料あると思いますけども、そちらをご覧いただきながら説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。ですね、遺跡の名前なんですが、週刊島遺跡といいまして、江戸時代ぐらいに、この辺りは、週刊島と呼ばれていた、時がありまして、その、名前をですね、この遺跡名に、冠させていただいております。で、ちょうど、今皆さんの後ろ側にありますカラーコーンの、後ろ側にですね、明治時代に、北中通りっていう通りがありまして、あと、さらに向こう側の後半パネルの向こう側に、現在も本町通りという通りがありまして、その通りに、挟まれた、地域と、通りより、北側の地域が発掘調査の対象地というふうに、なっております。で、北中通りより、北側にはですね、明治元年以降、東大寮という、最初は東大寮という名前ではないんですが、後に東大寮という、名前になる、施設が建てられておりまして、日本に西洋式の灯台を広めるためにここで実験をしたり、あるいは灯台の資材を作ったり、そういうような施設が設けられていました。で、最初にこちら側の奥から遺構を見てもらいますが、もともとですね、この、大岡が大岡川がですね、もう少し、東側まで、迫っておりまして、かなり、敷地が狭いということで、この灯台寮ができるときにですね、大岡川の外側にまで埋め立てを行いまして、灯台寮の敷地としていると。で、その灯台寮の、調査をしているときにですね、下まで掘ったところ、その江戸時代の終わり頃に、作られている、大岡川の旧の護岸を、検出することができました。で、その護岸はですね、ずっとさらに後ろの方まで伸びていますが、また後ほどちょっと説明させていただきますが、護岸の上の部分の検知石っていう、石はですね、ほとんどが抜かれておりまして、その後明治時代の建物の基礎に、再利用されて、いるようです。
で、その、北中通りより、南側がですね、まあ、今でいうところの、まあ、文教地区のような形で、学校、横浜商法学校、横浜の Y 校の、前身の学校であったり、震災前には、本町小学校、という小学校が建ってあったり、さらに古い時代ですと女春学舎っていう、学校だったり、あるいはもっと古い、時代だと、修文館っていう、そういうものも建っていた、エリアです。それからあの本町通りはですね、あの今ちょうどワシントンホテルの向こう側に桜木町の駅がありますが、もともとそこに、初代の横浜駅舎がありまして、ちょうど、駅舎の真ん前にですね、あの弁天橋があって、そこから、港の方に、本町通りが伸びるというところで、明治時代ではこの横浜の、メインストリート、だったところです。で、まあ、東大寮だけではなくてですね、この大岡川あるいは、港から上げた、資材等をですね、水揚げして、一時的に、置いておく倉庫ですとか、あるいは、運送業者、そういうような建物が、多く建っていたところと、伺っております。で、その後ですね、またあの横浜はキートの貿易でも有名ですが、キート関係の会社ですとか、それに、伴う、建物とか、そういったものが、建てられている、地域です。で、これから歩いていって見ていただくと、またそこで説明をさせていただきたいと思いますが、大きく分けるとこの東大寮の、地域と、もう半分以上が埋めてしまいましたが、その、まあ、本町小学校を含む、いわゆる文教地区みたいなものと、本町通り沿いの、まあ、レンガ建物の、基礎が出ているエリアと、大きく分けるとこの、2つっていうか、まあ、3カ所ですね、で、移行が確認されているというところです。で、せっかく、遺跡を見学に来たのに、本物を見ないでお話を聞いてても、つまらないと思いますので、ちょっと現地のそばに、移動しながら、説明させていただきたいと思います。で、その前にですね、横浜市の担当の方からですね、この視聴者についての、説明がありますので、まずそちらを伺ってから、移動したいと思いますので、よろしくお願いします。あ、すいません、埋蔵文化財 の資料と、もう一つですね、新商社についてということで資料をお配りしています。こちらにですね、新しい市役所を建てる予定になっておりますので、資料の方はまた後ほどご覧いただければと思います。で、私の方からは これからの見学会のにあたりまして、ちょっと注意事項を述べさせていただきます。ご覧の通り、こちらはですね、今工事現場になっておりますので、皆さんお気をつけて見学いただければと思います。で、あと荷物今日お持ちいただいていると思いますけども、すいません、置き場所がございませんので申し訳ありませんが、各自お荷物は、持ったままご見学いただければと思います。